はい、タバコ巻き紙、喫煙動画。今回は、巻きまさというブランドの、縦横の縦ね。縦、浅紙って書いてあります。見た感じ。まあ、そこそこ薄いですね。あ、薄い薄い。薄い、ちょっと茶色っぽい。ちょっとほんのり、茶色っぽい。色です。まあ、見た感じ結構薄いんで、美味しいんではないでしょうか。ね、わかんないけどね。たまに変な香りするやつあるから、ね。多分この動画シリーズ多分何の需要もないですからね。需要ないんだけど、俺日記として日記用にね、こういう動画上げてます。リスナーが見てなくても関係ないから。これ俺の感想を動画にしてるだけだから、ね。すっごいぎゅうぎゅうに詰まったなぁ、おい。このギゼのスリムローラーちょっとギッチギチすぎんよ。それでは吸っていきましょう。まず。うわ、なんかこれ紙の辛さみたいなの出てくる。うわ、まずこれ。辛っ。何この辛さ。喉が焼ける、辛さみたいなのが出てきた。うわ、まずこれ。薄いくせにまず。香りが、辛い。もう、あれだ。煙が辛い。喉がちょっと痛い。すごい、辛い。ダメだな、これ。辛っ。なんだ、これ。巻き紙でもあれだな。すっげえ違うな。こう見るとすごい違うね。一つ巻き紙、一つ、でも、全然違ってくるから面白いよね。手巻きタバコ面白いよね。巻き紙一つ取ってもお前全然違ってくるんだから味が。見た目はすげえ、薄いような気はするんですけど、薄いんだよ実際。だから薄きゃいいってもんでもないんだよね。結局、まずい。辛い。まずい。だから、麻のペーパー、いわゆるなんか、麻、麻薬の麻だっけ？いわゆるヘンプペーパーだよね。ヘンプペーパーは、まずいんじゃない？ヘンプペーパーってあるじゃないですか。なんか、ヘンプペーパー的なね、カテゴライズとして。麻薬の麻ですね。麻薬の麻みたいな、ヘンプペーパー。ヘンプペーパーはすごい辛いですね。まあ、ヘンプペーパーが辛いっていうか、これが辛かったのかもしれないけど。まあでも、麻紙って書いてあるんで、まあ、ヘンプペーパーでしょうな。俺にはヘンプ合わないっていうことかもしれないですね。うん。うん。喉に来るんだ、煙が。喉をね、焼けついてくるんですよ。これ一つ星。
ご視聴ありがとうございました。